アーリアー航空1525便、着陸失敗事故は2009年7月24日に、イランのマシュハドのマシュハド国際空港で起きた、航空事故である。1525便はイラン国内選定機便であった。事故機は、イリューシンイル -62M で、登録番号は、アップ I6208 であった。同機は1989年6月1日、インターフルークで、 機体機号 d d r シェイとして運用を開始した。1990年10月3日に D-OM で再登録されている。1991年7月、アエルフロートに売却され、CCCP-86,578 として再登録された。1993年1月にソビエト時代の旧アエルフロート分割により、ウズベキスタイ航空機となり、 1993年3月に UK-96,578 として再登録されたが2000年代初期には運行から離れている2007年10月カザフスタンの DETAA にリースされ機体記号 UN-86,509 に変更されさらに2008年7月に UP-I6208 として再登録された アーリアー航空には2009年3月にリースされた。事故はイラン夏、時間18時10分発生した。事故機は滑走路を高速でオーバーランし、空港敷地外に格座した。機種部分は完全に破壊され、原型をとどめるのはビブのみであった。火災は発生していない。16人が死亡し、うち13人が乗員で、 残るアーリア航空 CEO のマフムード・ダードパー・アイオ、含む3人が乗客であった。全搭乗数153人のうち137人が生存した。事故機は横滑りして滑走路を逸脱した。操縦室部分は空港式近く壁との衝突による衝撃で破壊され、19人が犠牲となったと報税られた。事故当時の天候は良好で、この時点で有効な 定時飛行場実況気象通報式は、ミター OM241300Z08014、KT カバック34、M039012A2989 であった。すなわち、マシュハド国際空港定時飛行場実況気象通報式、7月24日、協定世界時13時発行、風速14ノット、風光080、運転コー及び視界は、 良好、気温は摂氏34度、露天は摂氏零下3度、気圧は1012ヘクトパスカルであった。欧風の中事故機は着陸した。事故機は緊急着陸を試みていたと伝えられる。陶器はこの着陸に滑走路の長い距離を費やし、さらにオーバーランして壁に激突した。これによって機種部が破壊された。 空港各壁の位置は滑走路末端から1100メートル先であった。事故機の前方部この事故はイラン民間航空機関によって調査され、事故の結果、アーリアー航空の航空運送事業許可は停止されている。事故の原因は、着陸時の速度が145マイル毎時から165マイル毎時であるべきところを、これを超える197マイル毎時で着陸したことに、 あると報じられている。着陸に際してスラストリバーサーやスポイラーといった減速装置も適切に使われなかったと述べられている。ありがとうございます。